ね、本当いいと思うし、例えばその車、この車のいいところ、この車のいいところミックスしちゃって自分好みにしちゃうの全然僕はいいと思う。乗るのも楽しいし、見るのも好きだし、見るの眺めるの好きだし、そして触ってね、改造するのもチューニングするのも好きだし、全て楽しいからやっぱこれできると思うんだよね。好きなことが仕事っていうのはやっぱり本当にね恵まれてると思うし。 Whatever the philosophy, there's a retro car king in Japan who's crafting its future.